こんにちは、ハチライダーです。8月最後の日曜日、残暑が厳しい残暑ですね。はい、ありがとうございます。日曜日ツーリング行くことってすごい珍しいんですけど、今日はですね、前々からずっと一緒に走りたいねってお話ししてた忍者650女子とその旦那様に会いに行きたいと思います。もうすぐ調布インターですね、いつもの場所です。今日は天気は大丈夫そうかな。この前の教習者も高速教習だから一緒ですね。一緒に頑張りましょう。私は昨日高速教習が終わって、緊張してたんですけど、楽しく走ることができました。安全に。道が大丈夫そうだ。空いてるぞ。相模湖に着きました。相模湖駅前を左方面。あ、これぐらいでお願いします。本日のツーリングメンバーを紹介します。忍者650、ひとこさん、やっとお会いすることができました。 ZRX1200 ダイグのこてつさん、ひとこさんの旦那様です。サプライズゲストの忍者1000、としちゃん、本日はこちらのメンバーでツーリングしていきます。すごい。わあ、すごい。YouTube で見たことある。みんなのバイクを紹介していきたいと思います。おなじみの私の忍者650です。そしてこちらがひとこさんの忍者650。カスタムもとてもかっこいいです。横から見るとスクリーンの長さがよくわかりますね。快適だし、かっこいいし、これは欲しいです。はい、このカーボンのフェンダー見てください。おしゃれでかっこいいです。そしてマフラーがトリックスターイカズチ。音録音させてもらうのを忘れました。すいません。
本当にかっこいいですよね。私男に生まれたら絶対ダイグに乗りたいです。こちらのシートがこてつさん一番のお気に入りポイントです。はい、皆さん注目です。こちらもはや芸術品、素晴らしいです。本当にありがとうございます。2020年の忍者戦ですね。白黒カラーが最高です。こちらのオイルキャップがとしちゃんのこだわりポイントです。ハニヤケースもつけて存在感バッチリです。バイクがいっぱい、バイクが、なんか追いつかなかった。いやーすごい楽しい、満喫してます。ほうほう、すごい大盛況。あ、 YouTube で見たことある。うわあ、気をつけてねー。
入り口を間違えないように。ご視聴ありがとうございました。ハッチライダーでした。